マナブ18号復活しましたー、イエーイ。あ、あー、いや長かったよ2週間。いや皆さんお久しぶりです。しばらくの間動画アップできなくてすいませんでした。なぜ2週間も、動画をアップできなかったと言いますとですね、ここ最近 YouTube の規制が厳しくなりまして、下品な動画、暴力的な動画をアップすることが禁止になりました。まあそういう動画を、YouTube 側がチェックしまして、これは違反やと、見なされた場合は、その動画が削除されます。違反一つで、忠告、こんなんダメですよの忠告、違反二つ目で、2週間の、動画アップ禁止になります。まさにこの状態でした。そして違反3つ目で、バン、アカウント停止になりますね。もう危ない危ない。まあ、ちなみに僕が消された動画は、おもちゃのうんち、ビレバンに売ってた、おもちゃのうんちを使って、ドッキリをした動画が、暴力的な動画とみなされまして、あと赤ちゃん用の、おむつを履いて、もちろん服の上からですよ、ジーパンの上から、おむつを履いて、蹴られても痛くないかっていうね、実験した動画が、ポルノ的な動画と、みなされまして、削除されました。まあ、一つ言っていいですか。いやもっとあっだやろ他に。いやなんでその動画やねん。もうとりあえずめちゃくちゃ厳しいね。いや暴力じゃないけどねほんまに。もうしかもあれなんですよ、この動画はダメですよってね、一回忠告が来るわけでもなく、もういきなり消されるんで、もうどうしようもない。いやほんまに怖い。もうほぼ消しましたもん昔の動画。もう毎日ビクビクして生活してましたよ。ちょっと動画を消して、こう寝ようとしてもあかん、あの動画も念のために消しとこうって起きて、また動画を消しての繰り返し。もう絶対これ消さんでも大丈夫やろって動画も一応消しましたよ。まあほぼ彼の出てる動画ですけどもね。一応ねこれもグロテスクなんで、モザイク入れときましょう。はい。まあほとんどね、彼に暴力振ってる動画でしたね。あ暴力言ってもうたわ。まあほんまに大丈夫やっていう動画はね、また落ち着いたら、再アップするか、また別のサブチャンネルを作って、そちらにアップするかしたいと思います。まあ、とりあえず復活できたんで、よかったです。この休んでた、2週間の間の、阪神タイガースの試合の動画、一応撮ってますんで、まあ、3連戦まとめてですけども、一応撮ってますんで、まあ、パパパとね、アップしますんで、よかったら見ててください。お願いします。まあ、もちろん阪神以外の動画もね、アップしていきますので、楽しみにしててください。昔みたいにね、ちょっとめちゃくちゃな動画を撮れませんけども、楽しみにしててください。ということで、2週間、動画を楽しみに待っててくれてた皆さん、いやほんとすいませんでした。これからもマナブ18号よろしくお願いしますね。もうあいつが悪いわ。